こんにちは、カッパパです、今日はですね、久しぶりの道具紹介になります。これ佐川で届いて、開けてみますね。もうね、動画のタイトルの方を見ればですね、何を買ったか一目瞭然なんですけど、こちらですね、同じくまたペスルのですね、アクティックコア、これは比較的新しいやつです。こちらを買ってみました。アクティックコアのライト部とですね、あとこれがですね、これアクティックコアの、売りの一つであります充電池ですね。こちらが入ってます。あと充電用のこれはマイクロ USB のケーブルになります。あとペツルのステッカーと、こんなものが入ってます。実はですね、今まで主力で使ってたこれティカ XP に関してはですね、こちらはですね、電池が単43本で使用します。でこちら明るさはですね、マックスで120ルーメン、結構120ルーメンって実用的には全然問題ないんですけどね、ちょっと電池がなくなるのが早いかなっていう感じはしてたんですけど、こちらを使ってました。で今度ですね、こちらアクティックコアに関しましては、こちらの専用の電池、もしくはですね、単4電池を入れるとですね、マックスで350ルーメンということで、今までのティカ XP のですね、約3倍ぐらいの明るさになります。で重さはですね、比べると、これ電池が入った状態で比べますと、今までのティカ XP はですね、約 85g で、こちらのアクティックコア 80g ということで、若干新しいやつの方が軽いということになってますね。でね、結構これ大事なんですけど、防水性能に関しましては両方とも IPX の4です。でちなみに IPX 4とか、いろんなのがありますけど、大体弱い雨ぐらいだったら全然問題ないと。登山に関しましてはですね、横殴りの雨もたまにあるんですが、基本的には問題ないと思います。ペツルのやつってこの辺隙間が空いてんですよね、新品でもね。で本当大丈夫なのかなと、なんかこれは基板にコーティングされてるというような解説があってですね、大丈夫らしいんですけど、ちょっとなんかその辺はですね、ペツル信用してるメーカーですけど、これ防水に関してはどうなのかなと、思うところがありますね。はい、で今ですね、初めて入れるんですけど、ペツルだからね、ここから入れる、これ決まってるんですけど、パカ入れてみますね。これ何も充電してません。今開封したばっかなんで、ここですね。こうか。もう一回やってみますね。こう入れて、こうですね。入った。でパカ、はい、ちょっとね、ライトをつけてみます。長押しで赤で、もう一つ押すと点滅になりますね。でもう一個押すとこのように消えます。で今度長押しします。そっと赤からですね、ホワイトに移ります。もう一回ホワイトやってみますね。ホワイト1回押したと、これがですね、5ルーメンですね。5ルーメン非常に弱い光ですが、5ルーメンで約ですね、約160時間持つそうです。でもう一回押すとですね、これが100ルーメン、100ルーメンの場合、これ全然実用問題ないんですが、これで7時間持つということですね。でもう一個押し、
350ルーメンあります。これはね、はっきり言うとちょっと撮影しながらもう目が見らんない、直視できないぐらい明るいですね。これは2時間ですね。もう一回やってみますと、これが5ルーメンで160時間で、これで100ルーメンで7時間、これが350ルーメンで2時間ということです。これね、今コアバッテリーでやってますけど、アルカリ電池を入れるとですね、電池の持ちがだいぶ違います。これ100ルーメンの場合なんですけど、コアバッテリーだとこれ7時間なんですね。でところがね、アルカリ電池だと60時間と、まあ、いうような電池の持ちになるそうなんですが、これね、なんでそんな違うのかっていうとですね、コアバッテリーの場合は、7時間こう100ルーメンを維持してですね、それでパタッとこう終わっちゃうんですが、アルカリの場合はですね、60時間を、まあ、徐々にですね、電池が減っていくわけですから、明るさも徐々に減っていくということで、60時間過ぎたらですね、まあ、ゼロになると。ですから100ルーメンをずっと維持してるかですね、徐々に100ルーメンから減っていく、まあ、これがですね、コアバッテリーとアルカリの使用の差なんですね。ちょっとね、言い方難しいんですけど、まあ、とにかくですね、100ルーメン、まあ、実用に即した明るさですね、まあ、大体まあ7時間ぐらい使えればもう十分なんで、まあ、非常に今度ですね、これ夜の参考っていうのはあんまいかないですけど、一回ちょっと試しにですね、使ってみたいと思います。ペツルアクティックコア、明るさ350ルーメン、重さが 80g、 防水はですね IPX の4で、コアバッテリーを使います。明るさの段階ではですね、白が3段階の、まあ、赤が2段階ということと、これね、もう一つ他にはない特徴があるんですけど、ここにですね、ヘッドバンドの、まあ、留め具というかですね、プラスチックのストッパーのところに変な形になってますけど、これ実は笛なんですね。非常時における笛、ここにくっついてます。ちょっと鳴らしてみますね。まあ結構ね、立派な音が鳴りますね。これ従来の、これが TKXP のバンドですけど、こっちにはついてないんですね。アクティックコアにはこの笛がついているというのも、まあ、一つのポイントかもしれませんね。はい、以上、道具紹介でした。ありがとうございます。